スケールモデル、スケールモデルとは対象となるものの形状をスケールに基づいて忠実に再現した模型のことを指す。実物を縮小して作成されることが多いが同じ大きさや拡大して作られるものもある。縮尺模型、縮小したものはミニチュアとも呼ばれる。スケールとは英語で縮尺、比率を指す用語である。実在するもの、過去に実在したもの、 これから作られる予定のものなどを忠実に再現する模型を指してスケールモデルと呼ぶことが多い。スケールモデルでは各部の寸法が一定の縮尺によって縮小または拡大される。これに対して意図的に各部のバランスを変えて作られた模型はデフォルメモデルと呼ばれる。ただしスケールモデルであっても部分的にデフォルメが行われていることもある。 スケールモデルを作る目的は様々であり、研究、展示などの学術的目的、サンプルや宣伝、クレーアニメーションなどの撮影用、あるいは収集や制作など、趣味の分野で用いられる。この用語には、実物を忠実に縮小したという意味が込められているため、特に趣味の模型の分野では、より正確な模型という印象を持たせるために、用いられることが多い。 プラモデルの分野では、実在のものを再現するプラモデルの故障として用いられ、架空のキャラクターモデルやオリジナルモデルと特別することもある。ただし、構想段階で頓挫したため実物が制作されなかった航空機や戦車などのスケールモデルも存在し、さらにアニメ等のフィクションに登場する架空のメカなどでも、設定や劇中のデザインを忠実に再現していれば、 抗議のスケールモデルに含まれるとする考えもある。スケールモデルの縮尺率はその目的に応じて決められる。NASA や航空機メーカーでは、新型機のモックアップを作り風を実験を行い、翼断面の性能検査や荷重、応力の検討を行うが、その際には風洞に入る縮尺率で作られる。また、スペースシャトルの開発では効果実験のために1。 スケールのモッックアップが作られている性能検査のためには実物大模型が用いられることも多い。また、建築模型などは1、100など計算が容易な縮尺で作られることが多い。これは顧客への説明が目的となっているためである。趣味の模型では集めたり、動かしたりするのに適した縮尺が用いられることが多い。プラモデルやミニカーなどの趣味の模型では、 ジャンルごとに複数の国際スケールと呼ばれる規格があり、それに従って作られた同一縮尺の製品を並べることにより、実物の大きさの違いを比較することができる。国際スケールではなくても、同一メーカーのシリーズ内では、スケールは統一されることが多い。一方、製品の価格帯を統一するため、パッケージのサイズに合わせて、製品ごとの縮尺が個別に決められることもあり。 これらは一般に箱スケールと呼ばれる。スケールモデルの多くは、長さの単位として、ヤード、フィートを用いるイギリスで生まれ、アメリカで発展したものであるためスケールの基準は、1フィートをどれだけの長さにするかで決められる場合が多かった。アメリカを中心に発展したプラモデルは、1フィートを1、4インチに換算する、1、48スケールと、1ヤードを1、2インチに 換算する1、72スケールが国際スケールとなっている。国際スケールの1、2や2倍などのスケールは国際スケール準拠のスケールである。分母は、ヤード、フィートの進む方によって決められている。1フィートを1インチに換算する1、12スケールは、ドールハウスの国際的な基準になっており、一部のミニカーやプラモデルなどにも採用されている。 1>, 1フィートを7ミリメートルと換算する7ミリメートルスケールとその半分である3.5ミ、mm、リメートルスケールはそれぞれ大ゲージと小ゲージに使われる鉄道模型的には基準のスケールといえる鉄道模型の高算章。この1フィートを何ミリメートルかに換算するミリスケールは特に20世紀初頭のイギリスで用いられこの頃基準が定まりつつあった。 鉄道模型の縮尺に使われることとなった。ただし、鉄道模型の縮尺は、走行させるための技術的な問題や、見栄えなども考慮し、国や地域により異なる場合もあり、必ずしも、ミリスケールだけが基準というわけではない。メートル法の文化圏では、1、10、1、50、1、100など、計算が容易なスケールが用いられることもある。フィギュア、特に、 ヨーロッパ製のメタルフィギュアでは、標準的な成人男性の身長である170から180センチメートルを何ミリメートルに縮小するかが基準となり、300ミリメートルスケール、200ミリメートルスケール、54ミリメートルスケール、25ミリメートルスケールなどの各種スケールがある。ただし、スケールとは言っても、基準となるのが身長か、目線高か。 あるいは女性フィギュアの場合ならその高さにヒールの高さを含むのか含まないのかはメーカーなり原型紙に依存し基準らしい基準がない。フィギュアでもプラモデルの場合はスケールに分数表記が用いられることが多い。プラモデルにおけるスケールモデルは正確な縮尺というイメージで捉えられがちだが実際のものをそのまま小さくしてもその通りに見えないことが多い。これには 複数の理由がある。一つには、実物を主近で見る場合、車や列車、航空機など、人間よりも、はるかに大きいものを視認する際に、手前が大きく、奥が小さく見える遠近法の原理で歪んで見ている。一方、模型は、その縮尺に比して、十分に離れて見るためである。また、実物は見上げる視線で見るものも多いのに対し、模型は、髪型から見るためもある。そのため、 各メーカーは縮小の際にある程度のデフォルメを行う。正確に縮小されていても、実物と似て見えなければ、商品としては失敗作となってしまうからである。例を挙げると、実物に忠実な寸法で製作された、不死身模型製の乗用車の車両側面が、胴長に見えたり、縮小比率的にはより正しい長谷川製の、はやぶさよりも、より、 デフォルメを行った日本の形成のボディーラインの方が、実機のイメージを捉えていると言われたりする。タミヤで、乗用車をわずかに寸詰まりにした例がある。また縮小する過程において、小さくなりすぎて再現が困難な部品の省略や、金型の都合で形状の変わる部品などが発生することも珍しくはない。特にプラスチックでは、成形可能な部品の薄さや、細さに限界があるため、 実物を正確に縮小した場合より大幅に厚くあるいは太く成形されてしまう場合も少なくない。また、スケール的には省略して当然のディテールをあえてオーバースケールで表現することもある。例えば、1、700スケール幹線の交換パン部に施された滑り止めなどは10倍以上のオーバースケール表現となっている。動力付きの模型の場合、モーターや 電池の大きさなどによって模型の形状変更を余儀なくされる場合がある。モーターライズ仕様の自動車模型、洗車模型では車両内装を再現しつつ走行用モーターや電池ボックスの位置を決めたため正確な車体形状が崩れてしまうことがあった。鉄道模型では実物とは比べ物にならないくらいの究極線の模型線路を走行するため台車や 動力装置等がデフォルメされていることがある。また、小型モーターが技術的に製造、組み込みできなかった時代の規格を引きずる製品では、車体のサイズが基準となるスケールをオーバーしていることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。